ボストンの直前マニアック。十月二十七日火曜日二十二時になりましたね。 この番組は来年公演予定のミュージカルドリーマーに出演いただくキャストの皆さんを毎回一人ずつゲストにお招きしましてその方の老いたちからこれまでの人生またここから先の未来についてしっかりと深掘りしていこうというマニアックなラジオ番組です改めましてこんばんはボス片山ですえそしてアカシアルケスタ西村です今週もよろしくお願いします,ししますあのラジオラジオキャストをやってるんで、うん、あの皆さんには伝わらないと思うんですけど、はい、一応言わせていただきますけどなんでサングラスか ああ僕ねはいちょっと気分を高めてハードボイルドでるんや。うん、すぐ取るんや,やつなどないやはい、今夜のゲストは昨年の舞台「コスモス」ではこんな僕を虜りこにしてくれましたこの方ですどうも トラブルメーカー、ちぃです。よろしくお願いしまーすちぃちゃん、トラブルメーカーなのなんか私の回だけ、なんかいろバチャバチャバチャそうですね、もう多分いろいろありまして今日確かにトラブルメーカーなのかもしれないこれちぃちゃんのせいやったんやじゃそうですマジで頼むで、ちぃちゃん私に皆さん心乱されたんでしょいや、それはまあ、むーちゃんは間違えない、むーちゃんはまああの、その辺の話も後々ゆっくりやりますけどさっきもうちょっと二人でオープニングトークやったと思うんですけどえらいもんで、もうさっさと行くっていうこの…いや、そうですよ 天気の話したりいろいろしたけどもうさっきのやつ聞いてはる人は、はい、その話またやんのんってなるからだしさっきの聞いてくれた人だけの特権にしていただきたいですねですじゃあさっきのそ,<う>まあそんな大した話してない,、ね、いです、ね、なおっさんの秋の過ごし方だけやったからな <laughs> というわけで改めてこの番組は <laughs>、はい

ちちゃんまあまあいつでも着ていればねそれはもうハはがきをわざわざこうはがきを買ってペンで文字を書いてくれてっていうのでポストに投函するっていうそれが一通でもあるだけで僕たちはやっていけますからね大オサンみたいなもんですよこれははい。大ンショみたいなもんですからまあ本音でですねラジオでもゆっきーさん片山さんムーさんちいさんこんばんはいつも楽しく聞かせていただいてますありがとう コスモスの時のちいさんの京子役とっても素敵でした、うんえー、ドリーマーでの演技も楽しみです、えー、先日配役の入れ替えがあるかもというお話もありましたが実はこの役やってみたいとかありますか、えー、ラジオももう第3回ですね毎週のお楽しみですいつもありがとうございますこちらこそありがとうございますおはがきありがとうございますちいちゃんといえば前回のコスモスではね、はい、京子さん役 はい、ちょっとまあ優しい先輩かと思いきや裏切り者の京子さんというやうりましてなかなかの公演でねとにかくむーちゃんがその京子さんがきで,好っで<ら>そうですねそれはあの本当に嘘偽りなくそうでのあ嬉しい僕だからコスモスを見て京子っていうのがすごくいいなっていいなと思って、ね。 で、そっから、抱きしめてあげたいってずっと言ってないな。それは、それはほんまに言ってない。まあ、あの作品が本当にすごい良かったんですけど、実は、僕結構、あの。 あの時期ね DVD 記念ライブの後の打ち上げとかでも結構みんなに話してたんですけどあのコスモスって多分京子の話だよって話を僕ずっとしてて事あ,のいい、ね、あの断るごとに中心にいるのって実はさくらでもなく、はい、えと秋野君でもなく、はい秋ね、青ちゃんでもなく京子なんです実は。だってあの、えー 何でしたっけアムールと,えーっとロマンス社の両方の真ん中の人物でヒロインのさくらの上司もやりつつ敵の恋人もやりつつ、うん、で最後の最後は結局その京子とさくらのシーンで終わる割と京子中心に回ってるそうかもしれんなっていうことを考えて、うん。はい るうちに、はい、あ,あ、やっぱ強行っていいよねっていう話になったということですね。ねで,すで、それを打ち上げで、ずっと僕は彼女に言ってたわけですよ。っはい、ずっと直<接>、うん。直接。直接<で>。あの、その時に初めてちゃんと喋ったんで、僕からしたら。 あののの目前いるは子でほんなら目の前におった京子はビールグラス片手に飲んだくれでおっさんみたいな声で周りのお友達と「えー」とか「え言って「えとかってそんなデスボイス出してないで僕は最終的に多分彼女も覚えてると思うんですけど俺の京子を返せって僕が怒ったっていうイメージが崩されまくってことだなそうですそうですちぃちゃんねそんなお酒飲んで暴れるしやったっけいや私はもう しなな程度ですからもうそんな乱れるなんてめっそうもない <laughs> そう僕はもう本当と京子として接しに行ったのに、うんうん、絡みなかったですからねその舞台上しか見て,もらってないの、ね曲をね、当然僕らその曲作ってアレンジしてはい、はい、そのまあ物語というよりもその作品の中ですごい重要な部分になってますけど、うんはい、直接キャストさんとね 歌りりの歌からしたらもう何や言うたらテレビで見てる人みたいなそう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 うあの,あの人に会う, <ん S 2> うた時に,あ,た時にあまりにもその役とかけ離れてたからまあやっぱ。 あれと思って、あれ<タッ>いやいやみんなから僕も言うううううベルマでそっからしばらく僕は京子さんが好きだ好きだとはいあの周りに言いまくってたからイコールあのチーが好きとか、えー、あの清美さんも一人のね、うん、多分が好き見たことなんだけど。はいはい 僕はずっといや僕はだから京子が好き好き京子という人物が好きだってっ俺の目の前にいるこの人は京子じゃないからってただのおっさんやったんなっていうところが彼女との最初の絡みで裏切、うん、られたっていうことやな平田区では、ね、やっぱり <laughs> いやまあでもいやでもやっぱじいちゃんのその京子を見たねファンというかお客さんはね、はい、皆さんやっぱりこう、うん 京子のその揺れ動く心を見ながら感動はしたからね。ねでこれは熱演でしたよやっぱり。とても楽しかったです。はい。あのそんなコスモスの時の京子役うん、うん、とても素敵でした。はい、で、えー、実はこの役やってみたいとかありますかっていうハガキの質問があ,ありますよ。あるんですきっとちいちゃんはどんな役やってみたい。 実はでも、悪い人の役ってやってみたかったんですよそういう意味ではコスモスでああのま二面性あるねを出す役やったんですけどそういう意味では叶いました。あああもうねのはいい悪までももっと悪い役をもっともっともっとちゃんと出したかったなっというですかもう何そ二面性じゃなくてとことん悪い役やってみる ややっっててみたいいいうあのの人嫌やわーってこう思わこ思れるぐらいのああそうですね、うん、でもほんまに役として嫌われたら女優としてもうもうじゃないですかでもほんまにプライベートも嫌われるらしいんでねちょっとメンタル持つか分かんないですけど昔のトレンディードラマの十三とかはそれで仕事できなくなったとかね言、はい、うぐらいのね,かかねか海外にもう逃亡したとかそうやな,なんか。 予告がすごくて、もうお前を絶対…許さへんとかな何であんなこと言うねんとか<う>ドラマやっちゅうねんなでもそれはやっぱだから僕のさっきの響子の話もそれですよねそういうことあんなにすてきだったのになんで今目の前でビールをガブガブ飲みながら,ながらすごい出してるうすごい出して。 あちなみにコスモスをねあの多分見られてない方もいると思うんであのそういう方はぜひあの DVD がねありますありますから宣伝してくれるやんその DVD であの DVD でぜひそこはあの強固という人間がどういう人間なのかというのをちょっとそうですまずミュージカルプロジェクトというねあのちゃんと通販ありますからねそこから調べていただけたら買えますよろしくおいちゃん何チームやったかな私チームレッドですレッドの方はねピンクとレッドあるからね C ちゃんが見たければレッドの方もご相談ください。 えー、名前の由来ですねまず本名の話ですねそもそも地位が本名ではないと思うので,で,す、はい、でそこで本名を公開しているのかしていないのか何で孝<別>太郎が地位になるのか。<laughs> <laughs> どこ取ったらちえ？いや分からへん分からへん分からへん <laughs> まあ公に公表というか、まあフェイスブックがね本名じゃないと登録できなかったりしたので、あのそういう意味では名前は知られてるっちゃ知られて。なるほどね小林知恵さんやもんね。そうです。はっきり言う分。小林さんですから。<laughs> 小林知恵です。まあ多分知恵だからち恵になったと思うんですけど、はい、はい、え名前に込められた意味由来に関して、うん、えまあ響きが可愛いから、うん、ちえち恵,恵は 日本だけでなく外国の人も言いやすいから小林は発音しにくいらしい小林みたいなのに聞いて発音しにくいも俺も生田だけちゃいますまあスルーしていきたいと思います今日文ちゃん冷たい俺も俺もサングラス外して真面目にやるわよかったよかった父が結構海外飛び回ってたんですよ中国とかよく行ってて多分それが関係してるんかなと思いますえ、グローバルな 仕事をしてはるわけね。そうですね。グローバルというか、はい、あの家にいなかった印象です。そうん。だから、どうしていかわからんみたいな。知恵ってつけたら、知恵って呼ばれるやろうっていうのも、なんか頭にあったみたいで。たまたま、私は芸名は知恵にしたんですけど、そこがちょっと今回こうやって。親に改めて聞いてつながりました。だから、小林知恵で世に出ちゃうと、海外に進出した時に。その発音しにくいっていうところを見据えて、もう鼻から小林を取ったと。取って。 そんな、えー、っとお子さんどんなお子様でしたか恥ずかしがり屋の人見知りの目立ちたがり恥ずかしがり屋の人見知り三色ね三色か、はい、恥ずかしがり屋の人見知りの目立ちたがり三色ですね上の2つは割と同じ味わい 目立ちたがりだけがこれ違うっていうのが、ね、根本目立ちたがりやったんやと思うんですよ家でも、はい、家とかその気を許してる人の前ではもうめっちゃアホなことして踊ったりとかなんかおもろいことやったりしてたんですけど昔幼稚園の時に、うん、あの本当に喋らなくておとなしくってもう教室の隅っこにいるような子やったんですよね。でも今も今ほらら身長ぐいいいあるというモデルさんみた 僕なんか子供の頃ちびやったけどちいちゃんなんかもう言うたら小学校の時は大きかったでしょうめっちゃ大きかったですよ幼稚園の時からもう一人幼稚園から出てました小学校卒業する時にもう160超えてましたすごいなすごいで正直本当にランドセルに合わなくてちょっと大きかったですそういう意味そうですね体でも目立ってたしその根本的にほんまにもう小林は家でもしゃべらんのかって同級生に言われるぐらいしゃべらなかったけど学芸会ではお姫様役主役やりたい って言ってジャンケンに参加するような子でした、ね、でもね,ねそんな恥ずかしがり屋の人見知りだった、はいえー、少女の夢は 歌って踊れる歌手、もしくは病院の人、病院の人、病院の人。医者で、医者とか看護婦とか看護師とかそういうんじゃなくて。いや、そう、あのね、病院に勤めてる人になりたかったんですよ。病院でこう車をこう誘導するとかでも。これ警備員か。あのお会計する人やりたかったんですよ。ああ。何番、何番の方どうぞ。とか、お薬渡すとか。あと、えっと。 レンントゲン取ったりリリハビリする先生私昔足を手術したことが幼少期にあったから、うん、その時にちょっと芽生えたんですけどなんかかっこいいなとかな、ね、あそうです誰かのためにこうやってやるのって<あ>でもナース看護師さんは夜勤怖いから夜回るの、うん、<laughs> 子供ながらに。う <laughs> 病院は憧れるけどの病病病院院院はは嫌なめっちゃ怖いんですよもう入院は怖いみたいな手術室の前は怖いけどでもチラ見しに行くっていうそのんか謎の入院生活基本的に病院に憧れてたってことですよねだから病院にいたいというだから病院の人だから病気して入院しててもええいうことや怪我人側ですか怪我ケ人側でいかってことは歌って踊れる歌手になってステージで怪我して病院で入院してっていうのを繰り返せばこれもう全て夢かなうってことですね父の が私より大御所うんこれどういうことテレ,テレビに出てる説、ね、うちのお父さん卓球選手やってるんですよでやってるって現在も進,行形進行形で卓球選手なのそうなんですよ<ー>この間もなんかえっ、ー、と石川に試合行ってくるって謎の資料がシャメ石川 <laughs> 僕の地元ですね石川んかえ石川何その卓球、うん こう有名やったりするんですかそこは何かあんのいや石川大会みたいなのがあったやた多分そうですシニアの部で出たなと思うんですけどなんか毎回大会あるたびに行ってきますお父さんさっきはほら世界各国を飛び回るお仕事っていうのは卓球の選手として卓球で中国とかの、福原愛ちゃんとかとずっと同行してマジで大会行ってたりそれはマジですごい話これはすごい話やな初めて聞きましたけどそうですあんまりお父さんのエピソード言うことない確かにだからお家にはお父さんのなんか白黒で卓球 ラケット構えてる写真が飾ってあります、ね。ちい、うんえー、ちゃんはそれなりに子供の頃卓球をこう何英才教育というかしみ付けられるようなことはなかったん？全、うんま、く。もうピンポン玉投げて遊んでました。<laughs> えでもお父さんやってるの見たらこう興味湧くとこもあるやん。 いやなかったんですよね。そもそも何してる人が知らなかったんですよ。はいはい、もう家にいないから、うん、何してんだ。だからラケットと球だけ、球やってピンポン球だけあったでずっとポン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 やって妹と遊んでました。お父さんの仕事やってわからんままおもちゃやと思ってただ遊んでただけ。そうですねえ。大御所って書い,書いてる。それは大御所やで。もうでテレビにも出てる。テレビにそうなんですよ。福原愛ちゃんとかなんか営業担当なん,な,なんかそういうなんか宣伝部長みたいなそんな役割やったのか。テレビあのつけたら。うん 昔、その患者人さんがまだ関西主に活動してたとき、患者人8に卓球教えるとかあと、明石屋さんまさんの番組で、なんかこの人の職業は何でしょうみたいな感じで黒マントかぶって、なんかでっかい椅子に座ってお父さん出てきたんですすごいなほんで、さんまさんと卓球するみたいないや、すごいすごいすごいそれを知ってお父さんすごいちょっとお父さんゲストに呼びましょうよ 次回のゲストお父さんに変えようか私の運命を変えた人っていうところね片山行重って片山書いてるんですよ誰でしょうね誰って俺やんかいやいやもうそんな俺のことでいいんですかこれ私の運命を変えた人片山行重これはちょっとスルーできないんできえっ何やろ俺結婚したんだっけで離婚したんですか だいぶ私もともとアイドルグループで10年間活動してたんですけどそれを卒業して翌年かすぐに参加させていただいたのが「ミュージカルコスモスやったんですよね。でボスとも実はもう十数年のおき合いがあったりとかでミュージカルコスモスがまが言ったら私のすごい天気の舞台というか卒業して初めて出た作品表舞台なので。 聞いていたから今の私がおるとうございますえ、えー、とそのコスモスに出たことが天気だというのは分かったんですけど、うんね、片山さんがいたからっていうのは、うん、そのコスモス出演にあたって何かかあったんです僕がねもともとそのちいちゃんが前のグループにおった時に、うん、これ僕の中で京子という役はちいちゃんにやってもらいたいなっていうのがあったからあのもともとオファーしてたんですよ。 使う、使う、そう、そう、そう、やってほしいんです。今日こイメージあったんで。あ。ということは万里と違って、もう。万里はオーディションできて、<laughs> あ、この子はおいちゃんえんちゃん。ゃんっていうパターン。ちっ、はい、ちゃんの場合は。<laughs> 僕の中の京子像を周りで見渡した時にはちいちゃいんちゃうかなっていうところがねじゃあがっつりそうですねそコスモスにアイドルグループやめてコスモスに出ることが天気ってなったらそのコスモスに出れたのは片山さんからそういうお誘いから嬉しいやんう嬉しいもう結婚しよういいと思うお断りしますありがとうございましたということで今日の番組はねボス片山と。 歌ぐらい歌は、ね、<laughs> ちゃちゃっと歌って終わったらい,いと思います、ね。うん アイドルを辞めるときって書いてるから、だからそこがリンクするんですかね。アイドルを辞めることで挫折して、その後でと片山ゆきしという男に救ってもらったという流れになるんです。そういう流れでよろしいですか。そうですね。はい、本当にありがとうございます。今日まで生きてきてよかった。だってもう言うたらそのちいちゃんの一番その青春時代というかさ、それすべてもうここにぶっこんできたわけやから。そうですぶっこんでました。本当に。 それしか知らそうだよそれをやめてもうどうしようとお先真っ暗人としてもう目げそうって時に現れたのが私ですよピッカピカのピッカピカ誰がつるつるやつるつるやみたいなピッカピカどっちか分からへんぞ水たら言って持ってますお先もう真っ暗なお酒真っ暗なところに闇の中にもうガリガリが差し込んできたわけですつるつるがやってきたわけほらつるつる言うないやでも本当にこれはいい話ですねだからそうだね。 僕は一旦事務所の方にちいちゃんオファー出したんやけど、うん、そのタイミングで断られたんですよ、はい、コスモス出れません、うん、うわあそうか残念やなあと思って違うキャストとかをこういろいろ検討してたやさきにちいちゃんが今度辞めて<ー>すぐ連絡来たんや辞めましたのでのそうお世話になったのでやっぱりご報告はねしとかんとと思って、うん、そう,そうあじゃあ 出れるんじゃない出れるんじゃないみたいなうわあすごいな結構マジ運命じゃないですかそうよねでも最終的にはもうビールグラスでそうはねうええ歌ってるねおいさてもってうい片山さんのせっかくの救いを俺のツルピカを返せっていう話そうそうそんな崩してもて今日もね何フェッチとかに匂いって書いてるどうなんなんなん畜ノショなみんなこらまあ福美公園ではありますけど 女性は匂いヘチが多いということなんですかねそうちゃいますかでもさ、前回のひとみちゃんも匂いヘチとか言いながらどんな匂い好きなんて言うと金木犀って言うそ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 れは違うやんやっぱお父さんの靴下の匂いが好きとかさなるほどねそういうところまでいってでもね、そんな話はいつもこのラジオ放送終わった後の打ち上げで実はあの打ち上げの時間の方がすんごい濃い話あそこでいっぺんほんまなツイカスやったろうかな思うな何だよそれちょっと酷いの 臭いのやすぎな、はい汗臭いぐらいがいいあのー、猫のお尻の匂いがするとか<ー>それは確かに匂いそれを嗅いだら落ち着くとかミドスジめっちゃ銀杏んん臭いじゃないですか臭い臭い臭い そうあれ家ぐとお家を思い出しますね。お家を思い出、ちょっと待って、ち父ちゃんのお家は臭いってことで、銀南臭いってことですね。怒られましたもん、お父さんに怒られました。お前、おね父親がねずっと銀南炒めて食べとったんですよ。塩振って炒めて、それをずっと食べて家族の思い出みたいなもん、歴史的なね。だからそれはフェチというかなんというかね。でもほんまに人、まあ対男男性とかやってもちょっとなんか。 大衆かぐのは好きですあそうなんやかぐっていうかなんかそうなんか,かちょっとまあ、はいはいはい、だんだんほらこう年いってくるとカレー臭みたいなの出てくるじゃないですかそういうのはどうなんですかカレー臭にまだちょっと出会っていないのであれなんですけどあそうですかじゃあ,あとこのあと僕らあの二人ね椅子並べてむーちゃんと僕と座りますからいっぺん首筋かいてみてください。<laughs> 僕は多分まだわかんないです。けど片山さん、まはシャレにならん、シャレにならんところがある。で、むしろカレーの匂い、出そうですよね、片山さん。ややこしい。ない、カレーばっか食うてるから。スパイシーな匂いもするからね。はい。この、この先に叶えたい夢や目標。これがまたすごいストレートに、レギュラー。レギュラーってか、多分、何、こう、野球かなんか。多分あれっすいや、多分あれっすよ。あの、ブロードキャストに呼ばれてないからですよ。 ブロードキャストのレギュラー、ごときでいいんですか?そんなははない。そんな、そんなもうなああ、ドリームガールから。ドリームガールズ、みたいなもんでいいんですか?。ドリームガールズ、次ゲスト呼ばれる。ドリームガールズ、ゲスト呼ばれるやんな。はい、いや、なんかやっぱレギュラー、ラー単発、単発、単発でね、いろんなイベントとか。あの、ドラマとか、呼んでいただけたり、出演させていただくのも、本当にありがたいし、すごい貴重な経験なんですけど、やっぱりね、自分が。 レギュラーで帯で出てるっていう何かを、うん、やっぱ持ちたいなっていうのはうあ思いました。なるほど。なるほど,なるほど。特ダネとかですね。特ダネ出たいですね。私ーおはあさ出たいんです。あ、そんないいわ。いやいそうやわ。はい。でしょうん。朝。 夜は飲んだくれてるけど朝の顔に夜飲んだくれてたら朝たぶん現場間に合えへんそうしたらお酒も多分やめると思うんですよそのためにそのためにじゃあ叶えたい夢や目標はお酒をやめるでいいそうやんそうやんレギュラーいや別にやめたいとは思ってないんですけどレギュラーねいやでも素敵なことよねレギュラーを持つ何か何であってもねアシスタントでもいいんです昔ラジオのアシスタントやってたりとかいろいろ経験させていただいたんですけどでもなんかやってたじゃないですかこの間何何 S.O.C. でなんかなのやつ？なんかバーバーなのかな。バーやりました。よ。だからあれは月一レギュラーになるんじゃない？そうあの時チーズバーね。毎月や来月もやったらみたいなことをその当日にポロッと言ってくれ。で10月10日に一回目合ったんですよ。で今度11月11やろ。はい。その時12月12日にやるその時1月1日にやる。1月2日？2月2日？2月3日？わかるやつ。そううまいことゾロ目なんですよね。 今回の曲は、まあ僕もちょっとやっぱあのピアノ弾かないといけないんで事前に聞くんですけど、あのもう国家レベルじゃないですか。要はその誰かの何かに刺さる曲っていうよりも、もう日本人なら誰でも知っているみたいなね。むしろ世界的に知られてますよね。世界的な曲ですけど、なんていう曲でしょう。上を向いて歩こうです。出ました。坂本龍さん、龍ちゃんで。 この上を向いて歩は昔から理由わかんない理由っていうかなんかわかんないんですけど、うん、なんかちょっといろいろ考え事したりとか、はい、なんか心がめげそうやった時に、うん、なんか私欲しいとか空眺めの好きで,、うん、でそんな時にふっとよぎって、うん、あの知らぬ間に口ずさんでる歌がこれやったんです<ー>でもこれ昔からなんですよね。 まあまあなんか夜散歩しながらとかちょっと考え事とかなんかものまにふけてうーって悩んでた時にパッて上見たらこれが脳内流,流れてきて口ずさでちょっとなんかあのなんかね ちょっとポロっと涙する夜もあったり<ー>下向きがちなんでねいろんな世の中いろんな暗いことあるとああ上,上向いた方がいいじゃないですかそりゃそうよそう下向いててたまにね小銭見つけるぐらいでそんな <laughs> そんなんうわ。歌うんですねそれでは聞いてください上向いて歩こう ちいちゃん言いないこの歌む <laughs> ーちゃんの,このジャジーなピアノとめっちゃかっこよかったしさーなんかちいちゃんの,この声に合ってるというかまあ確かになんかすごいこう素直に入ってくるねうんまあなんでしょうねまっすぐというかなんか勇気づけられる歌声やったね、うん、なんかありがとうございますいやもうラジオで歌うとか初めてやからなんかもう、うん。 手汗がすごいですよ楽しい歌声というか声になん笑顔なになる笑顔成分がしっかり声から伝わってきたからのこの歌聞くとというか思い描くと、うん なんかちょっと一歩前向きになれるっていう意味ではそうですね自然と笑顔になりますねもうこれでもうねレギュラーも取れるでしょうレギュラー取れるよはい。病院の人にもなれるでしょうもういいですね病院の人10月の29日えソープオペラクラシックス上田さんでハロウィンイベントがございまーすあさってですねあさってですねこれは何ですかハロウィンイベントは主催かなんかするんですかハロウィンはね僕の主催ですねなボスの主催で 岡面女子という岡面女子ねはいグループで岡面女子でアリーちゃんとチーちゃんとバンリちゃんはいあもう全員コスモスじゃないですかそうなんですよでんまはリナナがおるんですけどうなイリナがちょっと都合が合わなくてこの辺は屋の中でなはいあでもそのリナナもコスモスじゃないですかそうなんですよやっぱそうやってコスモスからのあれが根付いてるわけですねいいよねここがねアイドルを経験した4人で 結構年年金入って頑張ってるぞっていうグループで組んだんです。それが10月20日。台番がね一応言うと滝本リオナと上伊香ノンと佐藤しおりというドリーマーですね。滝本リオナだけちょっと分かんないですね。滝本リオナめちゃ知ってる人だね。僕はあんま知らへんねんけど。めちゃめちゃ知ってる。はい。そして。 これ次がすごいですよ十1月一日十1月一日はいえっとテンダラーシラさんの五十歳生誕祭単独ライブに出演させていただきますどこでやるんですかこれはナンバーグランドカ月ですこれはなかなかいないじゃないですかソープオペラクラシックスからナンバーグランドカゲツ幅広いこの幅広さはあのなかなかいないと思いますこのドリーマーのキャストの中では確かにそうですね高井さんの次渡しちゃいますかねあそうか高井さん高井さんドリーマー入ってるからね高井さんもこの日で張ります あ、そうですか。はい、あの本当に豪華ゲスト出演者が今続々と発表されてるんですけれども。え、私はダンサーとして、はい、ちょっと花を添えに。これ、白川さんのバックで踊るっていうこと、ちいちゃん。それはちょっと。それまで言われへんね。お楽しみということでした。ら新喜劇をやるのかもしれ。あ、本当。ごめんなさい。どなたですか。小林さんちのちえちゃんです。 で、11月5日は京橋ベロニカさんでこれもダンスボーカルの、えー、とブッキングライブイベントに出させていただくことになりましてアイドル時代のダンサーの相方と私歌って踊ってそしてそして11月11日先ほども話していただきましたが、うん、ソー・ポペラクラシックそしてチーズバーとしてバーテンダーま、はい、また歌歌うよね、きっと歌います、ね、歌コースのギターで、はい、頑張りましょうねまた2人で。はい そして最後11月14日にドリームガールズのイベントにゲストとして出演させていただきますでございます。だからまずはドリームガールズのゲストからレギュラーに変わってやったらいいね。本人的には11月11日のチーズバーっていうのが一番こうやっぱり自分の冠のイベントですからね。ね私がやりたいって言っててて言片山さんに相談して、はい 多分一押しはこれなんじゃないですか一緒にお酒飲めますしね <laughs> そうねお客さんと和気あいあいとしながらね, <laughs>、はいね やっていいける楽しイベントですかこれ毎月と言わずやがて週1ぐらいの時期もう完全なるレギュラーですからそそこかられぐらいのイベントにしていけばいいということですからねこれちいちゃんやりだしてからその他のキャストたちも私もあんなやりたいですって言うてるぐらいなんで注目度もあるわけですよ。ということでそこら辺も含めてまたもろもろチェックしていただければなと思いますけど今日はゲストに出て 見ていかがでしたかいや最初めっちゃなんか緊張したんですけど馴染みの場所なはずやのに馴染みの人たちのはずやのに緊張したんですけどあの結局楽しいですねやっぱりあよかった楽しかったよかったまた出たいと思いますかえ来週も来ていいですかじゃあいいよ別に来週のゲストは父親エピソペンってやるから あバンリが3月まで待つ言ってたらもうね。じゃあバンちゃん矢野瞳の次でチでいこれ2月の末までもすでにゲストが決ますからねでも楽しかったならよかったしかったまたぜひ来てくださいと色なよろしくお願いしますドリーマーもよろしくお願いしますお願いしますお願います今ちょっと話出ましたけど次回の放送が11月の3日でですねゲストは男性和田裕太郎くんですねついに男性が来ますからそうなんですよだから僕もうテンション上がれへんでねん。 女性みたいですねもうインスタとか見てたらめっちゃ女の子みたいからねわざゆ太郎そうなんですよ何なんですかあのスタバの自撮り来週僕そこ全部言ってもこういうとこ気持ち悪いよ君っていうとこいっぱい言いたいことあるよなゆー言ってやろうと思ってまあなのでちょっと男性ゲストでありますがあのぜひあのおはがきの方もですねそうですよお待ちしておりますからそうですよあのめげずに送ってください皆さんよろしくお彼もマルチですからねそう僕とムーちゃん応援するも当然ですけどゆー太郎ねそうですね女子力高いんで でも初めての男3人ですからそ,す、うん、それそれでちょっと今までにない話ができるかなりマニアックな話できるかし僕が個人的に裕太郎に聞きたいこともいっぱいありますからえちょっとそれは楽しみにしていただきたいなと思います。はい、11月3日楽ししみにしてください、はい、ということで「ボストムーの直前マニアック」お相手はボス片山と西村ひろみでしたさようならおやすみなさーい。 直善マニアック、お聞きいただきありがとうございました。ちぃでした。またゲストを呼んでいただけるように、いろんな活動、場を広げて頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。